おはようございます。今日はね、3月の、24日遅刻編のね、17日目になります。今日はね、もうご覧の通り、はい、またね、昨日に引き続いて朝から、ね、雨が降っているところでございます。いやー、2日連続雨はね、ちょっと厳しいですね。このところの天気がね、ずっと悪いんで、ちょっとね、嫌な感じはしますけど、こればっかりはね、仕方ないんで、はい、今日もね、頑張って歩きたいと思います。さあ、じゃあね、久しぶりに雨の遍路道ですよ、はい、いやー、燃えてくるな、マジで。このね、雨の日のこの遍路道をね、登るっていうことが、いやー、まあね、若くても、ね、どれだけね、きついかっていうのをね、動画を見てもらって知ってもらえるとすごい嬉しいです。峠来た。そしてね、こっからまたあれですよ、下りですよ。お、だんだんね、陸地が見えてきました。ようやく峠越え完了です。じゃあ、ありがとうございました。はい、行ってきます。はい、じゃあ、ね、お昼、まあ早お昼ですけど、うちの妻とね、同じ名前だった。はい、ちょっとね、 Google マップで見て、やっぱりね、妻をね、愛してるんで、はい、立ち止まれるにはね、いられなかったということで、はい、頑張って、ね、歩いていきたいと思います。ね、野球をやってる人だったらね、よく見る学校のね、文字が入ってきます。明徳義塾で。よくね、まあ、高知県の代表で出てきますけど、学校がね、こんな、こっちの方にね、あるとは知らなかったんで、まあ、なんともすごいとこまで歩いてきたなというところですかね。先ほどのね、食堂のおばちゃんに聞いたら、昔はね、この、昇龍寺にまでね、行くこの、今、前方に見えてるね、赤い橋がね、なかったそうで、じゃあどうやってね、このお寺まで行くんだって、やっぱ船でね、皆さんで渡って、船渡りをして、その昇龍寺のね、お寺まで行ってたそうです。ちょっと、まあ、高知のね、まあ、まだ土佐ですけど、やっぱりね、本場のね、方言をちょっとね、んって、もうね、そもそもその、日本語の文字に起こすのがね、すごい難しいんで、僕もね、何回も、何ですかそれって聞き返しちゃいましたけど、やっぱり全然ね、地方のね、僕の地方もね、方言はありますけれど、全然ね、まあ、いわゆる聞き取れる方言なんで、本場の方言はすごいなというふうに思いましたね。で、このね、橋の上で一人で歩くと、もうね、マジで落ちそうなんだよな。落ちないと思うんですけど、でもこの下にやっぱりめちゃくちゃ広い川が広がってるんで、川っていうか湖かな。このね、この時だけはね、マジでやるね。もうね、本当に、橋が崩れるんじゃないかとかね。まあ仮にね、でもね、ない話ではないですけど、本当にね、地震が起きちゃって、橋が崩れるとかはね、もうね、全然ある。まあ、もう全然ないとは思うんですけど、もうね、可能性としてはゼロじゃない。そのね、ゼロじゃないっていうことをね、考えるだけで、めっちゃ不安になりますね、本当に。
別にね、最低のことはね、起きてから考えればいいんですけど、もうね、一人で、もし何かが起きた場合はね、もう間違いなくね、ほんとこの、死というところに直結しちゃうんで、マジでね、橋からの景色はね、綺麗は綺麗なんですけど、ちょっとね、早く橋から降りたいというのが、ね、問題です。よし、じゃあね、36番目で昇龍寺のお参拝が終わりましたんで、ここからね、次はね、お宿に向けて歩いていきたいと思います。お宿までがね、まあ長いんで、それはね、頑張んなきゃいけないなっていうところですね。またね、午後に暮れて雨がね、一時期弱まったんですけど強くなってきましたね。こっからずっとまっすぐや、これがあのギリシャっぽい作りで有名なビラサントリーニですかね。ここにあったんだな。こんなね、雨の日に一人で歩いてるのをね、カーブとかで見かけたらとんでもなく驚くんだろうな。マジで幽霊に見えなくもないですからね、歩いてるとマジで後ろ姿だけ見たら怖いよな。よし、じゃあね、須崎市に、ね、入ります。今日泊まるところもね、まあ須崎市なんで、ただね、こっからがまだ長いです。はい、めっちゃね、綺麗なんですけどね。うわー、すげえな。明徳義塾中ね。いやー、結構ね、僕も野球をね、やっていたんでね、甲子園見るとよく聞くね、常連校なんですけど、まさかね、こんなところに行って野球やってるとは。すげえな。すげえ、甲子園見るわ。うわー、曇ってるな。残念。くそ、見えねえか。すんげえ景色。ようやくね、歩き始めて2時間ぐらいかな。ようやくね、峠はね、なんか越えたような感じがします。まあまだわからないですけど。雨もね、まあ、降ってはいるんですけど、ようやくね、朝から降ってたのが、ようやく小降りになってくれたっていう感じですね。ああ、ついにね、山を越えてきましたよ。よし、じゃあね、ちょっと休憩して、ここからね、また最後歩き始めます。はい、じゃあね、残りあとね、5キロぐらいかな、というところで、はい。今日はね、多分ね、歩数的には、36キロぐらいかな、それぐらいね、多分歩いたと思うんですけど、まあね、午前中本当に、ずっと強い雨だったりとか、あとはね、その36番目のね、昇龍寺からね、このね、今お宿に向かっているところなんですけど、ちょっとね、峠道をね、もう登ったり下ったり、アップダウンが多くて、しかもね、雨で
車も少ないっていうところでね、結構ねきつかったなっていうのは、ね、印象ですね。なんかこのうわ疲れたなーとか、まだ坂しんどいなーとかね、こういう思いを、ね、するのはなんか久しぶりだったんで、すごい最初の方思い出しました。でもね、もうね、まあね、振り返るともうね、きつい時はね、今までね、やってきたもう自分自身をね、もうとにかくし自分自身をね、一番信頼する。もうね、正直これしかないと思うんですよね。もうね、今まで過去ね、歩いてきた道のりを見て、自分はまだやれるんだ、まだまだ歩けるぞというところをね、なんかもう信じるしかないのかなっていうふうに、今日はね、久しぶりにそんな気持ちに、慣れた一日でした。まあ3日これで経ちますけれど、まあね、まだね、めちゃくちゃね、もう歩けなくなるほど痛いっていうところはね、ないんで、まあ順調にね来てるのかなっていうところですかね。まあでも今日もね、まあしばらくね、ずっとこの四国もね、天気が悪いみたいなので、カッパは欠かせないんですけれど、まあね、まあ雨が降ったら必ずどっかは晴れるというところで、本当はね、今日すごいね、あの峠を越えた先がね、景色が綺麗だったり、景色がね綺麗だったりとか、なかなかね画面じゃ伝わりにくいんですけど、伝えたりっていう景色が、ね、たくさんあったんですけど、なかなかねやっぱり雨が降ってると綺麗にね動画だったり、ね、写真だったりが撮れないんで、そのあたりはねすごい苦しいですね。これでねまず3日耐えたんで、明日もね、そこそこ30キロ以上歩くって、またねこの3日耐えた自分をね糧にして、もうね歩いてきた自分を信じてね、はい、これからもね、あと1週間以上あるかな、歩きに行きたいなというふうに思います。ではね、一旦ねお宿の方まで、あともうちょっと頑張って歩きたいと思います。頑張れ俺。終わった。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。